長篠の戦いで鉄砲の命中率が上昇した理由。戦国時代を終わらせた新兵器としてたびたび取り上げられる鉄砲。鉄砲の登場は侍同士の一騎打ちの時代を終わらせてしまい、いかに大量の鉄砲を揃えるかで戦争の勝敗が決するようになっていきます。ところが鳴り物入りの新兵器だと思われがちな鉄砲、実際の命中率はかなり低かったらしいのです。鉄砲の命中率が低い理由とそれを補って成功した長篠の戦いの工夫について見てみましょう。鉄砲の基本スペックを考える。ではリアルな鉄砲の性能はどんなものなのでしょうか。鉄砲の有効射程は通常軍用に使用される筒で最大射程500メートル、殺傷が可能な有効射程は200メートルですが、人間のように動き回り狙いがつけにくい標的を狙うとなると100メートル程度まで引きつけないと命中は難しかったようです。近年の実験では人の大きさの的を30メートルまで近づけると鉄砲は5発撃って5発と 100% 命中、的が50メートルだと5発中4発命中で 80% が命中します。50メートルと言われても距離感がピンときませんが、だいたいアリーナ席の中間あたりからステージの距離くらいあり、ウサインボルトでも全力疾走で5秒かかります。それで 80% の命中率なら鉄砲って結構優秀な気がしませんか。命中率が高いはずがまるで当たらない鉄砲。しかし現実には野戦において鉄砲はまるで当たらなかったようです。混雑録という記録によると、大阪夏の陣の矢を和解の戦いにおいて徳川方の東堂高虎と豊臣方の長宗我部盛親が激突した時、双方の鉄砲足軽が撃った弾はほとんど命中しなかったようですし、荻生徂徠が島原の乱を体験した武士から聞いた話として、戦場では筒が上を向いて放ってしまいがちで鉄砲はなかなか命中しないと書いています。ではどうして鉄砲が当たらないのか。その理由について徂徠は、鉄砲足軽は簡単な鎧しか着せてもらえないので敵の弾に被弾するのを恐れて狙いを定められないからと記しています。徂徠はその対応策として盾の使用を進めていますが、それを考えると筒が上を向いてしまいがちという島原の乱のありさまの状態がわかります。鉄砲足軽は一刻も早く発砲し、姿勢を低くして弾を避けようと考え、腰が引けてちゃんと鉄砲を構えていないので筒が上を向いていたのです。隠れた場所から狙撃するならともかく、野戦で同じく鉄砲隊と対面して撃ち合うと双方が恐怖からまともに狙撃できなかったとは心理描写としてもリアルで納得できます。馬防柵で鉄砲足軽の恐怖心を抑えた長篠の戦い。さて、荻生徂徠の島原の乱聞き書きや大阪夏の陣の東堂 VS 長宗我部の鉄砲足軽同士の打ち合いからは鉄砲隊の弱点が露呈しています。もともと命中率の高い鉄砲ですが、射撃する鉄砲足軽の防御が軽んじられているので死の恐怖から落ち着いて狙撃できないのです。実はこの鉄砲足軽の弱点を補い命中率を上げて大勝利を得たのが天正3年の長篠の戦いでした。新朝後期には家康、滝川の陣の前に騎馬隊の侵入を防ぐための柵を作らせたという記述が出てきます。この柵、騎馬隊の突撃に備えたという一面だけが強調されますが、実は守る鉄砲足軽にとっても心強いものでした。実際に火縄銃を撃ったことがある人の体験によると、1、弾を込めている間に遮蔽物がないと怖いが馬防柵があると恐怖が軽減される。2、撃っていると腕が疲れるが柵の横木があると支えになって楽。3、横木に銃を固定できると命中率が上がる。このために鉄砲足軽にとって柵は必要と言っています。また中国の兵法書芝方言異変では兵士の恐怖を緩和させる方法として両膝をついて目線を伏せて進軍させる方法が紹介されています。これは戦場に立つと兵士は恐怖心で立っていることも顔を上げるのも難しくなることを意味しています。ましてや敵兵を狙撃する鉄砲足軽の疲労はかなりのもので、寄りかかる横木や騎兵の突撃を阻止する柵の存在がないと命中率も下がったのでしょう。長篠の戦いでは信長が鉄砲足軽の心理を汲み取り馬防柵を備えることで足軽の恐怖と疲労が緩和され射撃の命中率が上がったと考えられるのです。群衆心理を利用した信長。信長後期には群衆心理を利用した戦い方の様子が見られます。信長は高松山という小高い山に登り、命令するまでは決して出撃しないように全軍に命令した上で、
鉄砲千丁ほどを選抜し、さっさ成政、前田利家、野々村正成、福住秀勝、坂直政を指揮者として敵陣近くまで足軽隊を攻め寄させて武田を挑発した。結果、武田勢から一番手で山形正景が陣太鼓を鳴らしながら攻め寄せてきたが、鉄砲で散々に打ち立てられ退却した。馬防柵を巡らした織田方の鉄砲隊は野戦でありながら一種の砦の感覚だったのでしょう。前に野戦における鉄砲の命中率は低かったと述べましたが、逆にしっかりした砦からの射撃の命中率は高い傾向がありました。大勢の味方が近くにいて、石垣や白壁が身を守ってくれているからです。信長は武田勝頼を挑発して馬防柵に突撃させることで、これを砦に攻めかかる敵軍という図式にして、鉄砲足軽に群衆心理で安心して狙撃できるように精神を安定させたとも考えられます。もしかすると鉄砲の一斉走者より足軽のマインドの向上の方がより重要だったのかもしれません。戦国時代ライター川嘘の独り言。従来鉄砲についてはその性能にだけ焦点が当てられ、鉄砲を使う足軽についてはあまり光が当たりませんでしたが、実際に鉄砲を撃つのは足軽なわけですから、彼らの恐怖心を緩和させることも戦いに勝つ上で重要な要素だったでしょう。長篠の合戦は野戦でありながら馬防柵を設けて集団で鉄砲を使うことで、あたかも砦にいるような環境を生み出し、鉄砲の命中率を上げて勝利した画期的な出来事だったのです。